ぱここ無理ですね、ゴルフ場やし。ほら無理やないっすか、間違ってるやないっすか。お酒飲んで。え、いいんですか。すいません、じゃあいただきます。すいません。ご飯屋さんの駐車場で宿泊をさせていただいております。おはようございます。ということで、ただいまの時刻が6時30分。7時には出発したいので、今から準備していきたいと思います。ちょっと今日は寒いですね。海が近いからかな。自然にパパイヤ生えることあるんですか。どっかで種が飛んできて。あ、飛んできて生えたんだ。はい。ありがとうございます。また遊びに来ます。はい。優しいね皆さん。ちょっとね、朝ゆっくりしすぎて、ただいまの時刻がなんと8時なんですよ。ちょっとやばいかもこれ。降りとけばよかった昨日。間に合わんのちゃう。間に合う。うわー、大丈夫かな。あーすごい、めっちゃけどいい思い出になった。なんかこんな素敵な出会いがあるなんて思ってなかったので、よかったね。今日6時半に起きたんですけど、宿泊させてもらったところで朝ごはんとコーヒーといただいて、あとトマトを食べたりとか、パパイヤとかバナナの木とか見せてもらったりとかね、すごいね、沖縄の文化に触れさせていただいたんですけど、今日最終日なん、ほんまに。じゃあこれさ、一番大変なのがさ、沖縄の、うわっ、うわー、あー、ここやー、昨日のところ。はい、っていうことで、チェックポイント道の駅綾橋館っていうところに到着しました。ということで、ちょっとやってもいないので、次のチェックポイントに向かっていきたいと思います。で、待って、もうほんまに時間がやばくてさ、次のチェックポイントが、うわこれさ、高速使う？変わらんのか。高速使っても変わらんねや。1時間か。うわー。続いてのチェックポイントがですね、南の駅八重瀬っていうところになるんですけど、今からそちらのチェックポイントに向かっていきたいと思います。朝がこんなバタバタになると思わんかった。っていうことで、だいぶね、都会の方まで降りてきたんですけど、さっきお金の残り金額を調べたら1167円、残り1167円残っているので、まあお昼ご飯をね、朝ごはんは我慢して、お昼ご飯時間があれば最後の道の駅かなのチェックポイントでなんか食べたいなっていう感じに思っています。沖縄絶対に無理、100時間いる。これさ、今日最終日じゃないですか。この最後のこの下のところ全然観光できないんですよ。だって今からもうずっと運転みたいな感じやから、観光しやんと一周とかやったら余裕かもしれないですけど、そのスポットまでの間隔が短いからさ、こうちょいちょいこう止まるじゃないですか。だからそれで全然進まないんですよ。前に気づいたら1日終わってるみたいな感じのことが多かったので、今回は残り時間がだいぶやばいんですけど、1個だけちょっと寄り道したいと思います。ここから行けるなんかちょっとした離島みたいな、離島っていうかな、なんていうところだったか忘れたんですけど、まあ、なんとか島っていうところがあるんですけど、そこでお金を使っちゃおうかな。てか意外に1000円も残ってたのが驚きなんやけど。驚きがかくせん、驚きがかくせん、この辺からさっきのビートオーに向かいます、ビートオーに向かいます、天
つけます？あ、お願いします。はい、ありがとうございます。やば、風が。どうしたん？にゃんちゃんが来た、ここに。じゃあ、お刺身を買ったのでいただきたいと思います。おっと、どうしたどうした、にゃんちゃん。やばい、 お刺身を狙ってる。怖い。じゃーん、こんな感じのお作りを買い、おー、ちょ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 、ダメ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 。あ、怖い、助けて助けて。こちらの、500円のお作り盛り合わせを購入したので、時間もないのでささっと食べたいと思います。うん、おいしい。ただいまの時刻が10時40分です。やばいな、これにゃんちゃんのせいって言ったらあかんけどさ、それのあれで全然食べられへんくてさ、こんな時間になっちゃった。急いで向かっていきます。ほら見て、天ぷら1個80円ですよ。やばくないですか？天ぷら1個80円ってどんな世界かな。あー、けど海鮮食べれてよかった。あそこね、あの500円から多分海鮮置いてあって、すごくね美味しいのでね、おすすめです。次のチェックポイントまでは残り5分なので、まあ大丈夫、次のとこは大丈夫なんですけど、最後のところだな、混んでなかったらないいんですけどね。うわー、綺麗、海見えた。最終日も天気さんよ、曇りを保ってくれてありがとう、感謝します。このような景色を動画に収めることができていることに感謝いたします。そして美味しい魚を食べれたことに感謝し、そして感謝します。なんか天ぷら最後に食べたいなっていうのと、デザートね、なんか食べたいなっていうのと、最後の最後まで私は食べることに対して諦めません。はい、ということで、ただいまの時刻が10時47分ということで、今からですね、ラストのチェックポイントに向かっていきたいと思います。でラストのチェックポイントが道の駅豊崎っていうところなんですけど、ここから12キロ、24分かかります。なので、まあ、時間があればそこはちょっと降りてみたいなって思っています。で豊崎に着いてからその返すところまで何分かかるのかっていうので逆算して、まあ、寄れそうやったら次の道の駅ちょっと寄って、最後のお金を全部使って、で車を返しに行って沖縄一周制覇ということで綺麗にまとめたいと思います。なのでちょっとまだ間に合うかどうかはわからないんですけど、頑張って進んでいきたいと思います。10時52分最後のチェックポイントに今から向かっていきます。本物の本物のラストラン。あー早いなー、終わってしまうのがほんまに一瞬やなー。つ
らいっていうのはこういうことなんだね。一瞬で時間で過ぎてしまうんだね。悲しい悲しい時間よ、戻ってきてくれ。あーほら、首里城とかも行こうとしてたよ、今日時間あれば。ギリギリの戦いになるとは誰が予想したのでしょうか。最後のチェックポイントまで残り 2.3 キロ6分です。でちょっと次のチェックポイント、最後のチェックポイントで車の中の整理をささっとしたいと思います。あと300m で到着。あれどんな歌やったっけ、あの感動の歌のやつ、いつもエンディングに流れる歌忘れちゃった、久しぶりすぎて。ティリリーティリリーやったっけ。うわ忘れた。道の駅豊崎、ここだよね。チュイタ、はい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 。ということで最終チェックポイント、道の駅豊崎に着きました。11時19分ラストの道の駅到着です。てなわけで、散らかった車内を変える準備などをしていきたいと思います。じゃーん、ちょっとだいぶまとめてるんですけど、改めてもう一回まとめて準備していきます。そしてゴキちゃんの調子を見てみますか。皆さんでゴキちゃんいますね、ここに一匹ね。ゴキちゃんいますよね。はい、キモい一匹、二匹、はい、しょーい、よーい、よし。じゃあ最後の片付けをサクッとしちゃいたいと思います。で今回さ、春に沖縄で車中泊したんですけど、夜がね結構寒くて、意外にも寝れないぐらい。なんか沖縄では暑かったりしたら春でもクーラーつけて寝るみたいなんですけど、もうそれでも昨日はちょっと本当に寒くて、だからいくら気候がいいとはいえやっぱり今の時期はちょっと寒いんですかね。まだ、あそう、これ昨日実は買ったんですよ。あの昨日の夜晩酌するようで、なんか島豆腐チップスっていうのなんですけど、これ沖縄のでしか買えないものなんですけどね、なんか前にあのおすすめで見つけて食べてみたいなと思って。なんかだいたいさ、沖縄でさお土産買うって言ったらさ、なんかチンスコーとかさ、だいたい一緒な感じになるじゃないですか。全部片付けができてすぐに出れる状態になったんですけど、今の時刻が11時37分ということで、うわー、ギリギリ32分。到着時刻が12時8分。めっちゃギリギリなんですけど、ここから16キロ32分かかって、到着時刻が12時9分になります。本当の本当の最後ランを全力で楽しんでいきたいと思います。沖縄ラストラン、11時50分、出発。さあ最後の沖縄ですよ。これが那覇の方に向かって、串本やったかなの方に上がって、レンタカーを返して6時間経って帰ってきた。草本帰ってきました。出発したところですね。おっと、ということで、今から時間を発表したいと思います。ただいまの時刻が12時31分になります。皆さん、これは間に
に合ったと言ってもいいんじゃないでしょうか。今から車を返却するんですけど、初日はですね、ゴキブリが出てもう旅をやめようと思ったんですけど、ゴキブリが出てもゴキブリホイホイを置いて旅は続けられるんだっていうことをね、たくさんこの旅で学ばせていただきました。そして長い旅を最後までご視聴いただいた皆さん、そして応援していただいてくれた皆さん、本当にありがとうございます。これで一人旅は終わりにならないと思いますので、各日本全国、私は一人でまだまだ飛び立ちたいと思います。帰る準備をして、大阪に帰っていきます。あー、終わってしまった。楽しかったな。めちゃくちゃ沖縄気分抜けてないよ。出た。一人だけ浮いてるやつおると思って。沖縄めっちゃ暑いで。今日めちゃくちゃ寒いからこっち。みんな半袖やね、あっちの人。どう着てる人なんかおらんかった。めちゃくちゃご機嫌な T シャツ着てるやん。これはスパム。スパム。イン沖縄。これも普段使いさせてもらう。それ可愛いの。めっちゃ気に入って。可愛いやろ。うん、100時間達成しました。72時間ですけど。時間も忘れて持ってる。もう時間忘れるくらいゆっくりな時間流れてたね、あっちは。そら、そんな T シャツ着て帰ってくるくらい。でも全然恥ずかしくない、これで行っても浮かへんもん。だってみんな気分沖縄やし。飛行機とかどうしてたのそれ。こうやって寝るね。今回はどの辺が一番しんどかったですか。今回のポイント。今回のポイント、72時間で沖縄一周無理。意外と無理。絶対なんでかっていうと、寄りたいところとかが、結構スパン短いねんな。あー、確かに。だからこう寄ったら、こうどんどん時間がこう遅れていくから、なんかちょっとした絶景見ようと思っても、酔ったらさ、そうなんねんな、時間が。で、結局、無理やな。100時間いる。見どころが多いってことだよね。そう、見どころが多いし、あと、今回はちょっと雨が多くて、残念なことになんですけど、そう、雨が多かって、ちょっと雨続きなシーンも多くなっちゃったんだけど、時間が足りひんかったかな、やっぱりそういう面を見てっていう感じで、今回も一人旅全力で楽しんできました。帰りますか。帰ろう。好きや寄って帰ろう。好きや寄って帰ろう。88ステーキ食べたけど。